お世話になっております。三田真央でございます。ね、あの動画に、今まで上げた動画にですね、たくさんのコメントとか、あとツイッターで感想とかいただいてありがとうございます。全部見ております。いや、紹介した漫画をこうして見てくださってる感想をね、見ると本当にこう、心が救われたような、浄化されたような気分になります。本当にありがとうございます。嬉しいね、好きを共有できるってね。はい、というわけで今回は、しんどいやつ持ってきました。題して、心に残る、心に傷を負わせる BL 参戦はい、傷と言ってもですね、バッドエンドではございません。これはもうちょっと最初に冒頭にね、ネタバレって言われようとちょっと言っとこうかな。やっぱバッドエンドだったら見たくないって人とかいると思うので、そこは安心してください。いや、バッドエンドではないのかメリーバッドエンドです。はい、私が一番好きな、一番最初の動画でもお伝えしたようなように、私が一番好きなメリーバッドエンドのものを参戦ご用意いたしました。メリーバッドエンドって言っても、数はありますし、どういうメリーバッドエンドかっていうのもまた数いっぱいあるんですけれども、読了後に頭を抱えてうなってしまうものを3つご用意させていただきました。で、その最初にやったけど、しんどい BL っていうのにもまた種類があって、いろいろしんどい種類もあるんですよ。その中でもこう、私がずっと心に残ってる、でまた読み返してもうなってしまうような BL をね、3作品持ってきたので、ぜひ分かち合っていただければなと思います。それでは、紹介していきたいと思います。はい、1作目。これは有名ですので、BL を網羅されてる方だったりだとかは知ってるんじゃないかなと思います。こちら、ワンルームエンジェルですね。はい。原田さんの作品でございます。いや、原田さんの作品は結構癖があって、かつ、読んだ人の心に残る作品ばっかり書かれてる方なんですけれども、その中でも私は一番これが好きなんですよね。はい。結構有名で、ドラマ化にもなってます。実写ドラマ化にもなってて、2023年に。それは私見てないんですけど、ほんまにこれはね、読了感がえぐい。ちょっとあらすじをね、ちょっと長いけど読ませていただきます。趣味なし、友人なし、恋人なし、生きる価値なし。いいですね。惰性で毎日を送っていたコンビニ店員のコウキ30代は、うっかりチンピラに刺されて瀕死になった、瀕死になった説、遠のく意識の中で真っ白い羽の美しい天使を見た。お迎えかと思いきや、その後すっかり感知して帰宅してみると、そこにはあの時の天使が。天使のふてぶてしい態度に戸惑いつつ、記憶もなく飛べないというのを不憫に思った、コウキは、その天使を家に置くことに。突如始まった奇妙な同棲生活だったが、天使との日々は死んだように生きていたコウキの心にある感情を芽吹かせて。いや、こりゃ。そのコウキさんっていう30代の、人生に疲れ切って惰性で生きてる人が、こう、刺されてね、チンピラに、瀕死になっちゃうんですよ。そこで、こう死ぬ間際っていうか意識を失う間際に天使を見て、ああお迎え来たなって思ったら全然生きててピンと、で家帰ったらその天使が家にいて始まる同居生活という話でございます。大まかに言うとね、あらすじ通りの。もうね、この結構原田さんのハードな世界観をずっと見てる方とかからすれば、だいぶ優しい世界にはなってると思いますし、なんやろ、こう結構分厚いんですけど、スラスラ読めていけるっていうのもあるし、なんと言ってもこの最後の怒涛の真実が明かされてからのこの怒涛の展開と、いっちゃん最後のページの QR コードからがもう終わり。いろんなこのなんやろ、テクニックが詰まってるというか、漫画もめちゃくちゃうまいから、めっちゃ見やすいし、
やるせなさとか、でもこうなんやろ、独量感のこのなんやろ、スカッとした、うわそうよな、うんっていう、このモヤモヤだけでは終われへん、この良さ、独量感の良さ、スッキリ感はやっぱね、天才やな原田さんはっていう感じがしてね、本当におすすめですね。すっごい読みやすいけど、確実に心にこう傷を負わせてくる、いい傷を負わせてくるような作品になっております。いやー、これは素晴らしい作品でして、昨日私は読み返したんですけれども、まあまんまとこの受注にはまって、まんまと頭を抱えて、まんまと唸っておりました、一人で。ほんまにこう、やるせない。やるせないんです、人生というものは。人生というものはやるせないんです。それをね、こう、この中に、この一冊に落とし込めたような作品になっております。あとやっぱ、いいよね、こう、天使とダメダメな人間っていう、この、感じもね、いいし、その天使の正体とか、その天使がこのここにいたらっていうその落とし込み方とかもすごい上手でね、普通にファンタジー好きな人とかでも見てほしいと思いますね。恋愛要素というか、なんか各々天使と後期のその各々の人生についてっていう感じの漫画なので、ビギナー初心者の方でも読みやすいんじゃないかなと思います。はい、でこれここにもあらすじにも書かれてるんですけど、泊まり木っていう短編があって、もともと原田さんのそれをリメイクした作品なんです。でその泊まり木が結構1話で終わって、内容もそのちょっとセンシティブな感じにがっつり寄ってたから、これが発売された時びっくりして、あ、こういう展開になっていくんやっていう、こういうリメイクの仕方があるんやっていうのも私は記憶に残ってますね。懐かしいです。いやー、ぜひこちら読んでみてください。ワンルームエンジェルです、2作目。これはおすすめするか迷った、めっちゃマジしんどいから、ほんまにしんどいけど、落ちてこい、この沼に。はい、赤椿。赤椿でございます。三田六十先生という作者さんの、お話で、これはね、もう、ほんまにしんどい。もうこのね、はい。約束だ、また会おう。もうこの約束がもう、これを見終わってる私にしたらもうほんまにしんどい言葉なんですけれども、こちらもあらすじを載せていただきたいと思います。昔々、一人ぼっちの鬼がいた。山で鬼の赤子を拾い育て、やがて山に返した。数年後、鬼を忘れられず探す男が目にしたのは、人と鬼、言葉の通じない者たちが触れ合う、ぬくもりと歯がゆさを描いた感動の人外 BL でございます。そうなんです。人外ものです。石川恋愛でございます。これは、人によっては、結構、途中で、こう、本を閉じてしまうというか、辛いってなる話なんですけど、最後の最後まで読み切った後の読んでよかったっていう気持ちを味わってほしくて紹介させていただきました。村からこうちょっと疎外されてたというか、村からちょっと離れたところで暮らしてた一人の男が山で鬼のおかごを見つけるんですよ。でも鬼っていう存在自体もこの昔話っていうか、そのおとぎ話として信じられてた存在やったからびっくりして、でも自分もこう村からこう離れて過ごしてるし、ちょっとその赤子を見過ごせなくて育てていくっていう話なんですね。で、育てた赤子に見入られてしまうって言ったら言い方はあれやけど、なんか、ああこれって、ああ鬼やからかなとか、そういう納得の仕方がすごいいく、上手にこう自分の中で整理がつくようなストーリー展開やし、なんといってもこのサスケのその主人公のね、この
方、なんかこう人外と佐吉や佐吉すいませんでした佐吉人外が人外を育てる大変さとか、なんか育児漫画でもあるけど一緒には住めない苦しさとか力とか成長していくその鬼の子赤って言うんですけど赤の見せられ方とか結末のつけ方とかがもうなんか全部が私に刺さって、これ当時発売と一緒に買ったから2019年やから今から5年前かに買って衝撃を受けた作品でございますね。はい、ちゃんとこのアニメート限定リーフレットも持ってまして、まあ、これもめっちゃいいねんな。だから私と友達の人は言ってください、これ貸すんでこれ貸すんではい言ってください。もうこれはねほんまに読んでもらわないと伝わらないと思うので、まあ全部の作品そうなんですけど、もう言い表せないこの胸の苦しさと読み終わった後のこのこれを知らんかった人生何やったんやっていうその消化の仕方をぜひぜひ味わっていただきたいと思います。ほんまにたまらんでこれのがあるのよ。この本読んでて自分が好きな展開ってやっぱりあるから、こう読んでてあめっちゃ途中好き、うわこういう展開最高、あ終わり方こういう感じかっていう作品ってあるんですよ。でもそれは自分の好みであってその作品自体はめちゃくちゃいいのよ、めちゃくちゃいいけど、あこういう終わり方か、私はこっちの方が好きやったけどこういう終わり方めっちゃいいなみたいなのがあるんやけど、よくねもうこれは最後はねそれみたいなこの指差しが止まれへんような感じなのよ。だからまあ自己紹介みたいな感じで私の作者さんも名字が一緒なのでもしかしたら私のあの血のつながらない兄弟かもしれない魂の、すいません調子乗りました。本当に素晴らしいのでね、ぜひ最高の傷を負いたい方は読んでみてください。よろしくお願いします。はい、最後これはほんまに見てやねんけど電子がないんです。紙の本でしかなくって、かつだいぶ前の作品なので在庫があるかどうか、まあ、Amazon にあったかな、アニメイトにはあると思う、でっかい店舗やったらっていう感じの作品でございます。 BL 界の神中村俊菊先生のですねハイブリッドチャイルドでございます。見えてるかなこれ、ハイブリッドチャイルド、これ私実家にありまして、昨晩ですね母に実家の BL 本棚をバーッと取ってもらって見つけ出し、母に取ってもらいました、この表紙これ私の家にあるやつですね。はい、で私がこれを知ったのは世界一初恋っていうその中村俊菊先生の作品があって、また長編のまだ続いてるんですけれども、こちらの作品を、初めて読んだ時に中村俊菊先生にドハマりして、で出会った作品でございます。このハイブリッドチャイルドはもうほんまに人生、あまりにも人生で、この作品を読み終わった後と読む前とでは人生が変わるぐらいほんまに素晴らしい作品です。でこれもちょっとねあらすじがあってですね、あらすじをちょっと読みたいと思います。でこちらはですね OVA がありまして、 OVA っていうのはそのオリジナルアニメだって、全4巻で DVD とブルーレイと2014年にですね、10年前アニメ化されておりまして DVD とブルーレイで発売されてるんですけれども、これアニメもめっちゃいいのよ、ほんまに最高なんです。まあ、あらすじを載せていただきます。一生に一度の恋、あなたを愛した記憶だけがこの胸にただ一つ、それはある意味鏡、
機械でも人形でもなく、持ち主の愛情を反映して成長する人の形、それがハイブリッドチャイルド。これは主人とハイブリッドチャイルドが紡ぐ思いの物語。主人はハイブリッドチャイルドに何を願ったのか、ハイブリッドチャイルドは主人の何を映したのか、そしてハイブリッドチャイルドはなぜ生まれたのか。生涯ただ一人だけを思い続ける一途な恋を描く切なく愛おしいおとぎ話、ここに開幕。はい、そうなんです。このタイトルにもあるハイブリッドチャイルドっていうものが、そもそもこの作品の、筋になっているものでございます。でハイブリッドチャイルドっていうのは、この先ほどもあらすじにありました通り、人間の心を映す人形なんですね。愛情をかけて育てれば育てるほど、どんどん成長していって言葉を話していくっていう、そういう人形がハイブリッドチャイルドっていうもので、そのハイブリッドチャイルドとそれを持っている持ち主の主との物語を描く作品でございます。で、ここに書かれているこの2人、表紙のこの2人は第1話の主人公とハイブリッドチャイルドですね。で、話的には3つの話に分かれてて、オムニバス形式になってて、で3つの物語で描かれていくんですけれども、一番最初、その3つのうちの2つはハイブリッドチャイルドと主のお話で、もう1つのお話はハイブリッドチャイルドを作った人のお話になってます。もうほんまに最高。だから中村俊輔先生って言葉回しがめちゃくちゃ素敵なんですよ。そのモノローグであったりとか、キャラクターの心情を表す言葉とかが本当に素敵で、ロマンチックで、なんやろう、まるで小説を読んでるかのようなというか、言葉選びがすごい素敵なんですね。もうそれがもうめちゃくちゃ出てるし、最後のあの1ページを見た時のもう、うわぁ、やられたみたいな、この感覚を味わってほしいのよ。ほんまに。でもこれ電子がないから、もう本屋さんに走ってほしい。この後すぐに読み、明日でも何でもいいからすぐに行ってほしいと思います。で、DVD とブルーレイもあるので、アニメもほんまに見てほしい。アニメの描かれ方もめちゃくちゃ素敵。中村俊輔先生のアニメ化の作品って全部素敵やから、もうなんか原作リスペクトを感じるというか、ほんまに素敵で見てほしいです。で、世界観的には大正とか幕末から大正にかけてかなのちょっと前のお話なんですけれども、だからこそ光るこのレンボというか、だからこそ光る2人の関係っていうものが見えてくるところもあって、ほんまにこうね、もう涙なしでは見れん、まあ、全部なんやけど、今回紹介した作品は全部泣きます。漏れなくちゃんと泣くけど、これはちょっと涙の流し方から尋常じゃない。もうほんまにすごい。で、アニメはもう BGM も主題歌も全部が素晴らしくって、で中村俊輔先生の作品を全部見てほしい。もうここでお勧めしちゃうけど、ほんまに最高なんですよ。私はハイブリッドチャイルドと世界一初恋っていうのが好きで、世界一初恋は今もまだ連載されてるのでぜひ見てほしいと思います。いやー、ほんまに、いやー、ハイブリッドチャイルドはこの作品を紹介する時にも言ったけど、人生なので、ほんまに出会った後と出会う前とでは変わる作品です。本当に変わる。なんか、あー、気持ちって伝えなってなる。言葉に芯がなってなります。ね、ほんまに漫画素敵やから、中村俊輔先生の言葉回し、ネタバレになるから言われへんねんけどさ、もう最後の、見た人には伝わる、最後のページが一番好き。最後のページ、本編の最後のやつ、一番最後の、おまけ、スペシャルの、おまけの漫画じゃなくて、その前の最後のページが一番好き。なんです、私は。もう、ほんまに。もう、あそこに集約されてるなって思いますね。これはほんまに素晴らしいので、ぜひ読んでほしい。私はもう、これをお母さんに実家から送ってもらってるので、今。
配達員の人が頑張って配達してくれてると思うんですけども、今早く見たいですね、もう一回。でもさ、見てなくてもこんなに喋れるから、そのずっとね実家に落ちたから、ほんまに心に残ってるんやなって改めて今回この動画を考えるにあたって思ったので、一緒にこの消えない心の傷を負っていきましょう。ほんまにいいから、最高なんで。はい、というわけで3作品すべて話し終えましたが、いかがだったでしょうか。私多分途中の記憶がないから、ね、喋ってるかも忘れてるんですけど熱は伝わればいいと思う。で、今紹介した作品は3作品なんですけれども、あのね、めちゃくちゃハッピーエンドで、でもかつしんどいっていうものもあるので、それもまた次の動画でやろうかな。で、こういう BL が見たいっていうのがあれば、ぜひコメント欄とかで教えていただけたらなって思います。私の幼なじみがいるんですけど、私の幼なじみは定期的に、これほんまに定期的に、泣ける BL 教えてとか、なんかメリバの BL 教えてだけが来る LINE があってそれに毎回返すってやつやって、ちゃんと感想も返してくれるんですけど、そういうのもやってるので、皆さんからもそういうリクエストをどんどん聞いていけたらなと思っておりますので、ぜひぜひ遠慮なくコメントしていただけたらなと思います。ほんまに素晴らしいので、この3作品は見てほしいなって思います。一緒にこのしんどい沼から沼に浸りましょう。そしてこれをに出会わなかった人生とおさらばしましょう。さよならしましょう。次のステップに上がりましょう。宗教みたい。いや、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。それでは今日の動画はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。マジで読んで。